暑い夏だった。亡者さえも地獄の底から蘇りそうな暑い夏だった。俺は喪服をまとった女と対峙していた。女の傍らには同じく喪服を着た老婆が幽霊のように寄り添っていた。古柳さん、私影藤、影藤千奈子と申します。私は主人が残しました祈願亭にこの婆やと二人で暮らしています。今日お伺いしたのは屋敷に伝わる人形のことでございます。お話をする前にどうぞこの写真をご覧になってください。そこには着物をまとった美しい市松人形が写っていた。今度はこの写真をご覧になってください。その人たちは悪魔です。どうか古柳さん、私の人形を守ってください。どこまでも果てしなく続く田園風景。俺は祈願亭を目指して歩いていた。それにしても暑い。一台の車が軽やかなエンジン音を響かせ俺に近づく。サイドウィンドウが下ろされると若い女が顔を覗かせる。あの写真に写っていた女だった。女の名前は桜沢かな。あなた祈願亭行くつもりでしょ驚いてるみたいね。実は私もそこへ行くの。乗せてってあげるわ。俺は女の車に同乗し祈願亭までしばしの時を共有することになった。俺とかな子を乗せた車はスピードを落とし停止した。あれが祈願亭よ。古柳様でございますね。お待ち申しておりました。俺は写真の人間たちの到着を待った間屋敷の様子を調べる。そうこうしているうちにいつの間にか彼らは祈願亭に到着していた。写真の人間たちは山田栄一。はじめまして、私は山田栄一と申します。よろしくお願いします。鴨川宗弘。僕は鴨川宗弘。よろしくね。高藤幸信。わしは高藤幸信だ。医者をやっておる。菊岡みどり。私招待状をもらったのよ。ここでパーティーがあるって。桜沢かな子を含めて千奈子が言っていた人間たちは全て祈願亭に集まったことになる。一体誰が市松人形を狙っているんだろう。俺は骨董品屋を装い情報収集を始め、捜査を続けるうちに俺はいくつかの事実に出くわした。それは花子と緑を除く人間たちが経済的に困窮しているということだ。山田は町工場の経営がうまくいかず資金繰りに苦慮している。鴨川は影藤の援助を失った後その優等壁によって生じた借金に困っている。高藤に至っては医療ミスによって患者を死亡させ
訴訟沙汰となった。そしてその莫大な賠償金支払いのために彼の病院は倒産の危機に瀕している。それにしても一つ不可解なことがある。それは影藤千奈子だ。俺に捜査を依頼しておきながら一向に姿を現さないのだ。老婆に尋ねても留守だというばかりで要領を得ない。やはり彼女はわからない女だ。しかし捜査は続けなければならない。なぜならそれが俺の仕事だからだ。俺はさらに調査を続けた。そしてある小さな事件に遭遇する。坂藤と鴨川が言い争っていたのだ。それ以来鴨川が姿を消す。それと同時に坂藤と山田の来訪の真意を突き止めた。そして菊岡緑の目的も判明する。大きな謎が俺の心を曇らせる。そしてそれまで関係ないと思われていた桜沢かな子に意外な事実が隠されていた。千奈子が不在のまま老婆まで屋敷から姿を消した気断定に夕闇が迫る。そして入れ替わるように現れたのは一人の男と二人の女性だった。男の名は日渡京介。俺が待っていた人物だ。女は橋場直美とひろみの姉妹だった。この予期せぬ女たちの出現に俺は戸惑う。そして気断亭に夜の帳が下ろされ物語は深まった。一体どうしたんですか？今のものすごい地響きは。ねえ、これどういうことよ。私せっかくいい夢を見てたのに。橋場さん、あなたはどう思われますか？ちょっと来てくれない？なんだか外の様子がおかしい気がするの。え？どこがおかしいんですか？窓の外よ。見てごらんなさいよ。外へ行ってみましょう。今の地響きの原因がわかるかもしれませんよ。山田さんの言う通りだな。虎穴に入らずんば虎子を得ずというからな。これは誰か早く何とかしたまえ。このままじゃ病院に帰れんじゃないか。困っているのはあんただけじゃないぜ。それにここであんたが怒鳴ったって橋は元に戻りはしないぜ。どうやらここの地盤が一気に隆起したみたいだな。それで橋が引っ張られて切れたというのが妥当な解釈だな。俺は屋敷に異常がないか調べてくるから、あんたはここを頼むぜ。お、待て、日渡り。あれ？あれは何でしょう？何が入っているんだろう？引き上げてみましょう。わしはやらんぞ。私も嫌よ。だって疲れるもん。じゃあ、私たちでやりましょう。嫌な人は手伝わなくていいわよ。ひどい死に方ね。気持ち悪い。どうしてこんなことに？むごいですね。誰がこんな。女性の方は気断亭に戻ってください。わしも戻っていいかね。どうやらただごとならぬ雰囲気のようだからな。坂藤さん、あなたは残ってください。鴨川君の死因を調べてもらいたい。何だと？わしに仕事をさせるつもりか？ええ、あいにく医者はあなたしかいませんからね。金は払ってもらうぞ。仕事だからな。坂藤は鴨川の死体に近づいていくや否やこう言った。これは不幸な事故だよ。こんなひどい死に方で事故だと言うんですか？じゃあ目は、えぐられた目はどうしたんですか？
カラスだな。カラスは特に人間の目玉を好むからな。これは不幸な事故だな。この場は高藤の言葉を信じるしかなさそうだ。たとえ死体がご丁寧にもズタ袋に入っていたとしてもだ。死んだ人間は生き返らない。我々ができるのは手厚く葬ってやるだけだ。天に増します我らが父よ、願わくはこの哀れな男の魂を安らかな眠りにつかせたまえ。灰は灰に、塵は塵に。俺は日渡りに鴨川の不幸な事故について話した。そうか、それは不幸な事故だったな。これだけの天変地異があったんだ。一人くらいの犠牲者で済んだことに感謝しなきゃな。やけに冷たいんだな。ところで屋敷の方はどうだった？屋敷中くまなく調べたが、地盤が隆起しただけで特に影響は出ていないよ。そうか、それじゃあまだ大丈夫だな。ああ、しかし俺たちにそれほど時間があるというわけでもないんだ。わかってるぞ。勝負はこれからだ。どうしたのかしら。いきなり停電だなんて。やだ、真っ暗じゃないの。誰か何とかしてよ。一体どうしたんでしょうか、この停電は。人が死んだと思ったら今度は停電か。山田さんは電気にお詳しいでしたね。確か地下室に発電機がありましたね。あれまだ使えそうでしたか。ええ、見たところは大丈夫みたいでしたよ。わかりました、私が見てきましょう。これを持って行ってください。俺は山田に懐中電灯を渡した。まさかこんなところであの会社で教わったことが役に立つなんてな。ああ、あそこではいい勉強をさせてもらったな。おお、ついたな。やるじゃない。山田さんもやるわね。人間誰でも一つぐらい取り柄があるものさ。山田さん遅いですね。部屋に帰って寝てるんじゃないか。私が様子を見てきます。皆さんは部屋に戻っていてください。俺は山田を探しに地下室での階段を降りていった。山田さん、いますか。俺の声が地下室に虚しく響き渡る。それにしても蒸し暑い。おや、これは血がついている。発電室の中だな。これはどうしたの。また電気が消えたわよ。実は山田さんが。大丈夫か。ごめんなさい、少し気分が悪くなったので。怖いわ、ここを出ましょう。誰だ。行く気なさんだよ。俺だよ、日渡りだ。また停電しまったようだな。あんまりびっくりさせないでよ。心臓が止まるかと思ったじゃない。
そりゃすまなかったな。まさかここであんたと売り上げさんがお楽しみか。バカ言わないでいい。私日渡さんの話はしたくないわ。自分で聞いてよ。こんなところで彼女とお楽しみかい。お前は全く状況を把握してないな。わかってる。あんたと金子お嬢さんはここで。俺の顔を見て何か思わないか。そういや、なんて聞かない顔してるな。だろ。それはどうしてかというとだな、山田さんが殺されたんだよ。なんて。それもむごたらしい状態でな。百聞は一見にしかず。まあ見てみろ。他の人たちはどうしたんだ。こうなると自分以外はみんな犯人に思えてくるからな。みんな部屋にいる。行ってみよう。話を聞きたい。待てよ。この仏さんはどうするんだ。このままにしておくわけにはいくまい。仕方がない。鴨川の隣にでも埋めよう。手を貸してくれ。じゃあ山田さんには気の毒だが、外で休んでもらおうか。お嬢さんはどうするんだい。私も一緒に行く。人間は死ぬと結構重いな。おい、死体に鞭打つような真似はやめて、もう少し丁寧に扱えよ。そりゃ失礼を。随分暗い夜ね。月が出てないからじゃないのか。いや、月は出てるよ。ほら。あれ、何か聞こえない？あ、あれはカラスだ。しまった。鴨川の埋葬が浅かったんだ。やばいな。新しい獲物に気づいたらしい。どうする？どうするもこうするもない。逃げるだけさ。待って、私置いてかないで。危なかったな。私もう嫌。ここはどうなってるんだ。人は死ぬし、カラスは人を食らうし。とにかくみんなを集めよう。そうだな、それがいいだろう。もう少し休ませてよ。私体がデリケートな人だから。いいだろう、少しこうしていよう。キャー！何？あのはしたない叫び声は2階から聞こえたようよ。あの下劣な声は菊岡みどりだな。行ってみようぜ。ああ、行ってみよう。どうしたんだ、しっかりしろ。一体何があったんだ。部屋に悪魔が。怖いよ。俺が見てくる。その悪魔とやらの正体を見てきてやるぜ。悪魔ってこれかい。仕方のないやつだ。雲一匹に大声を出して。誰のことを言ってるんだ。あ、あんたじゃないよ。このお嬢さんだよ。殺して、その雲早く殺してよ。
雲は殺さない方がいいぜ。地獄に落ちた時に助けてもらえなくなったらな。空よ、今度はおかしな奴のいるところに迷い込むんじゃないぞ。今までの緊張の糸が妙な形で切れてしまった。ちょうどいい機会だ。緑とヒロミに山田のことを告げよう。あなた方にお話ししなければならないことがあります。山田さんが何者かによって殺害されました。これから詳しい事情をお話しします。それに皆さんにお尋ねしたいことがあります。今の方へお集まり願えませんか。高藤さんの姿が見えないようですが、どなたかご存知ありませんか。俺が見てきてやるぜ。ちょっとしたんですか。いたか。おかしいな、どこへ行ったんだろう。すみませんが、皆さんは自分の部屋に戻っていてください。私は高藤さんを探してきます。その後でお話を伺いますから。それにしてもひどい匂いだった。虎は死して皮を残すというが、山田は死して悪臭を残したか。それにしても坂藤はどこへ行ったんだろう。ん、あれは冷蔵庫だな。うわあ！こんなところに。俺は変わり果てた坂藤と対面した。しかも彼には耳がなかった。無残にもえぐり取られ、小さな空洞と化していた。俺は残った人間たちを今に集めることにした。残った人間は桜沢かな、福岡みどり、橋場姉妹、日渡り京都、そして俺だ。皆さん、事態は異常な様相を呈してきています。俺は山田と高藤の殺害状況を全員に説明した。一つ言わせてもらうぜ。この屋敷はあの隆起以来、いわば陸の孤島と化している。ということはだな、鴨川の死はともかく、山田と高藤を殺した犯人はこの屋敷にいるということになる。そういうことだ。つまり我々のうち誰かが犯人だという可能性もあるわけだ。とにかく暗いうちは下手に動かない方がいい。夜が明ければ誰かが助けに来てくれるとでも言うのかい。ああ、そうかもしれない。いや、私一人は嫌よ。じゃあ最も信頼できる人間と二人というのはどうだい。最も信頼できる人間か。曖昧な表現だな。もしその人間が犯人だったらどうするんだ。その時はその時だ。自分に人を見る目がなかったと思って、おとなしくくたばることだな。じゃあ私は日渡さんよ。すごい。今日の月はいつもより優しいわ。ここは恐ろしいところよ。
来たくはなかったわ。確かにそうだ。もう人が3人も殺されている。そういう意味じゃないの。私見たの。あれは幻じゃないわ。お姉ちゃん、遊ぼう。キャー！あの子生きてるの。きっと私を恨んでいるのよ。あの子のお父さんを取ったのは私だと知ってるからよ。きっと夢だよ。君は疲れているんだ。今夜はゆっくりお休み。抱いて、抱いてほしいの。今夜だけは違う私でいさせてほしい。起きろ。起きてくれ。古ヤギ。あの口うるせえ女がいねえんだ。ん？手の速い男だな。失礼なやつだな。ノックぐらいしたらどうだ。たっぷりさせてもらったよ。こんな時に眠りこけやがって。そりゃすまなかったな。で、何の用だ。女が、あの口うるさい女がいなくなったんだ。お前なんかしたんだろ。バカを言え。俺にも目はついてるぜ。みたいだな。悪いが、もう少し離れてくれないか。お、これはすまん。あれ、あの女はどうしたんだ。あの女って、かなこだよ。かなこはどうしたんだ。あれ、いない。どうしたんだ。なんてこったい。二人ともいなくなっちまったぜ。どうすんだ。どうするもこうするもない。とにかく二人を探さなきゃ。しかしとんでもねえことになったな。あの二人はどこへ行ったんだ。なんだあの音は。行ってみよう。小廊下の方だ。おお、これは。この足は。顔を見なくてもわかるよ。この緊張感のない足は緑だ。一応助ける真似でもするか。おい、スイッチを切ってくれ。そこの壁のところだ。引き上げるか。重そうだな。よし、面倒だ。洗濯機ごと倒そう。乱暴なやつだな。だがその意見には賛成だ。いいか、下ろすぞ。今度は鼻か。むごいな、これは。どうむごいと思う。多くは語りたくないな。なんだ今のは。別の部屋から聞こえたぞ。行ってみよう。緑はどうすんだ。放っておけよ。生き返るわけじゃあるまいし。冷たいな。ひろみさん。なんてこと。早く下ろしてやろう。なんでこんなことに。かわいい娘なのに。どうしたんだ、えらく考え込んで。おかしいと思わないか。え、何が。どこも損傷していない。他の連中とは違う。お、
あれは。血だな。おい、ちょっと見てきてくれないか。俺がか。そう、お前だ。なんでだよ。あんたが行けばいいじゃないか。文句言わずにさっさと行けよ。暗いな。裸電球がぶら下がってるだろう。ん？これか？あったあった。うわあ！おい、日渡り。どうしたんだ？しっかりしろ。中にしたい。はっきり喋れよ。塩のないやつだな。俺が見てくる。うわあ！かなこ。あの死体はかなこか？ん？なんで彼女だとわかったさ？とにかくここでよ。ショックが大きすぎるぜ。あの綺麗な人も一皮抜けば化け物だな。緑が殺され、ヒロミが殺され、かなこに殺されちまった。で、残ったのは俺とあんた。正体を現しやがれ、この野郎。な、何を言いやがる。お前が犯人だ。もういい加減にしたまえ。喋ってください。そんなことしよう。喋れしよう。やめてくださいよ。あなたたちがそんなことで争っていたら、僕は目の前が真っ暗ですよ。君たちが争っていてどうするんだ。そんなことじゃ、我々はいつまでとっても、あの呪われた日を繰り返さなきゃならん。頼む。我々を助けてくれ。この悪夢に終止符を打ってくれ。わかった。俺たちに任せてくれ。行くぜ、日渡り。これは、海や。この終わらない時に終止符を打ってくれるの。あの二人なら、きっと僕たちを助けてくれますよ。では、我々の終焉を祈って、乾杯。待ってください。僕は目が不自由なんだから。ヒロミの死体に、貪欲にも、無事が群がり始めている。おや、ヒロミのポケットに何か入っている。そんなもの取ってどうするつもりなんだ。おかしな趣味の野郎だな。俺はヒロミのポケットから手紙を取って、きなこ様、もうおやめくださいました。ばあやはもうこの地獄から逃げとうございます。幾度あの方たちをおあやめになられても、ジョー様はお戻りになられません。どうか真実にお気づきくださいませ。その時が来るまで、きなこ様への鍵はバーヤの心にいつまでもおしまい申しておきます。なんで、ばあさんの手紙がこんなとこにあるんだ。おい、売り上げ、ヒロミの死体の様子がおかしいぞ。これは、皮膚の下にもう一つ顔があるぞ。この顔は、あのばあさんじゃないか。このばあさんは、きなこの補助自我だ。俺の事務所に来た時も、ばあさんは片時も彼女のそばを離れなかった。ばあさんはちなこの乳母として、彼女を育てた後も影富士に嫁に行く時も一緒についてきた。その現実が心の中でも同じように存在する。まさにちなこの一部として彼女は存在していたわけだな。だが俺たちがダイブすることによって補助自我は崩壊し始めた。ちなこ、いや
シナコの自我を探さなければ。この一節はどういう意味だろう。手紙には心にしまっておくと書かれている。心の中の心、この広い心象世界のどこかにしまうという意味だろうか。まさか。おいおい、そんなもの取って大丈夫か。ここはチナコの心の中だぜ。少々のことは許されるさ。まあ、それもそうだ。やるか。この鍵は一体どこの部屋の鍵だろう。俺に心当たりがある。ついてきな。ここは塔の入り口じゃないか。まさかその鍵は。ここからはあんたの領域だ。俺は一足先に帰ってるよ。じゃあな。そう言い残すと火渡りは溶けるように消えていった。口の悪い奴だが、アナリストとしては優秀な男だ。ここからは俺の仕事だ。なんだ今のは。あの子は一体。心の中なのです。信じられないわ。これが現実じゃないなんて。これを見てください。
なたの心はこの通り、まるで廃墟です。あなたの心で終わることなく繰り返されるあの日の出来事に、私が介入して終わらせようと試みたのです。京子はこうして生きているじゃありませんか。京子さんは亡くなられました。そこにいるのはあなたの願望の産物です。よく見なさい、それがあなたの愛する娘さんです。これが本当の京子さんだ。やめて。思い出してください、きなこさん、あの日のことを。思い出していただけましたか。古谷さん、私は どうだった。ああ、うまくはいったんだが。あなた、古谷さん。実は、あなたが私の事務所を去られた後に、ご主人がお見えになられました。亡くなったとお聞きしていたので驚いてしまいましたが。家内を助けてやってほしい。あれの呪縛を解いてほしいのだ。この写真を奥様から渡されました。その人たちの中に大事な人形を盗もうとしている人がいる。どうか人形を守ってほしい。それが奥様の私へのご依頼です。人形を盗もうとしているか。だがそれは不可能だ。どういうことです。その人たちはみんな個人だよ。京子が死んだ日の夜に屋敷が燃えたんだ。京子？娘だよ。家内が言っていた人形とは京子のことなんだ。人形に名前をつけてらっしゃるんですか？違う。京子はわしの実の娘だ。では、どうして人形だと？これを見たまえ。まさか。それが京子だ。生まれつきそうなんだ。不憫な子だよ。京子は7つの誕生日の日にこの世を去った。不幸な事故が起こったんだよ。京子、用意ができたわよ。行きましょうか。イエーイ。おめでたいな。おめでとう。さ、ろうそくを吹き消して。その事故の後、屋敷が燃えた。宿泊していた招待客は、誰一人として目を覚まさずに焼け死んだよ。最後まで出火原因は分からずじまいだ。その日以来、千奈子はおかしくなってしまった。娘の代わりに、等身大の人形を作らせ、毎日それに話しかけるようになったんだ。それが、あの人形だよ。人形は家内の、千奈子の理想の京子なんだよ。あれが望んだ通りの姿、形をし、あれの思うがままに動く。家内にとって人形は、京子そのものなんだよ。あの事故の時に、
出席した人は誰も火だるまになった京子を助けなかった。いや、助けられなかったんだよ。彼らは目前で繰り広げられるあまりの惨劇に自分の魂も時も奪われ、声すら出すことができなかったんだろう。人間とはそういうものだ。だが、千奈子は許さなかった。京子を見殺しにしたと思ったんだ。おそらく、それが千奈子の心で憎悪となって生き続けているのだろう。古八木君、京子は死んだと千奈子に分からせてやってほしい。この子がもうこの世にはいないと。これは娘の欲しがっていたオルゴールだ。あの日、仕事でどうしても帰ってやれなかった。このオルゴールを渡してやれなかったのが、今でも心残りだ。頼む、プロヤギ君。千奈子を助けてやってくれ。主人がそんなことを。あなたにはもうすべてがお分かりになったと思います。古八木さん、私は。え？その先はお話にならない方がいいでしょう。いつまでもあなたの心にしまわれて。では私たちはこれで。あの、待ってください。待ってください。彼女、何を言おうとしてたんだ？まあ、いいじゃないか。そうだな。俺はこれで失礼するぜ。じゃあな。の日に。その先はおっしゃらないでください。いいえ、言わせてください。綺麗な髪、誰にもあなたのことを悪く言わせはしない。冷たいかもしれないけど、新しいよく効くお薬をつけるわね。今日はあなたの7つのお誕生日よ。さあ行きましょう。みんなが待ってるわ。しかし、あの時のあなたは正常な状態じゃなかった。それは違います。私は母親でありながら京子、自分の娘を殺めてしまったのです。そして京子を祝うために集まってくださった何の罪もない人たちを。これほど罪深いことがございましょうか。子供に何の罪がありましょう。あの子の生きている本当の意味を分かってやる。たとえその子の峰形がいかようなりとも愛してやる。それが親の務めでございます。千奈子さん、愛は義務ではありません。ごく自然に湧き出てくるものです。ええ、今ならわかります。あなたのおっしゃる意味は。今日、主人からこれを渡されました。私とあの人、そして京子とのお別れの曲です。
ありがとう、ママ。